今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は松屋さんの系列の松の屋さんというところに行ってまいりました。京都にある松の屋さんですね。で、何をカレー食べようかなと思ったんですけど、ラムカツ、再登場って書いてありますね。昔あったんでしょうかね。ラムカツはちょっとこれ言っとかなあかんのちゃいますのんと思って、ラムカツを言いましたよ。定食でございますね。1290円でございます。で、ソース類は、いろいろあるんですよ。ここのね、人参ドレッシングすごい美味しいんですよね。僕あの帰りに買うて帰りました。40円一袋で40円であるので 5袋買って帰ったんですけど。で、ラムカツ定食やってまいりましたよ。1290円でございます。3つあるんですね。カツが、で、これが多分マヨネーズと味噌みたいなのが入っていましたね。多分臭み消しのためなんかな、この味噌、を入れるのは。ちょっとよくわかりません。僕からしかなと思ったんですけど。で、大好きなこう人参ドレッシング、これね、前30円やったんですけど10円値上がりして40円になったんですね。 5袋買って200円でございました。この人参ドレッシング美味しいので、ちょっと皆さん食べてみてください。ほんまに持ち帰りして、うちのでキャベツ千切りして食べるのに本当に重宝しております。これも瓶で売ってくれたらいいねんけどな。ささ、そして、いよいよラムカツやってまいります。まずは塩がついてたので、これ塩でいかなあかんやろなというので塩でいきますよ。で、食べたんですけどね、ちょっとラムの臭みが、僕ラムの匂い好きなんですけれども、ちょっとでもね、ラム臭がだいぶきつかったっすね。塩やったからかなというのがあって、味噌とマヨネーズでいただいたんですけども、まあそれでもまあまあ、あのいわゆる独特のラム臭があって、まあ、本当に心底ラムが好きな人にはいいのかもしれないですけど、僕ラム好きなんですが、ちょっとという感じでは否めなかったのでございます。でちょっとソースかけたら、臭み消えるかなと思って、特製ソースの方ですね、特製ソースの方をかけて、いただきます。なかなかスパイシーな、ソースなんでございますが、これもまあこのソースもとんかつの方が合うんかなという感じですね。サイゼリアにもなんかラムステーキがまた再登場したみたいな、ラムが流行ってるんでしょうか。それもちょっと食べてみたいなと思ってるんですけども、あのラムはやっぱりね、的な骨付きラムチョップが大好きなんですよね。美味しいところの、鉄板焼き屋さんでとかで食べると本当に美味しいんですが、でちょっとやっぱりラム臭が気になって、その臭み消しのためにからしと、今度は、中濃ソース、これ関東のやっぱり、エコダのね、発祥の松屋さんなので、中濃ソースなんですね。関西あんまり中濃ソース見かけませんけれども、もう東京は中濃ソース一択みたいなことになっております。これでちょっとマシになったという感じでしょうか。ラム、本当にラム好きの人はこれ好きなんかな、やっぱり。いや、これね、正直とんかつの方が僕はこれならいいなと思ってしまったのでございました。ちょっとラム好きの方は一遍食べてみてもらって、どうなんか感想よろしければコメントとか書いといていただければ嬉しいんですけれども、サイゼリアのね、なんかこんな串のラムは非常に美味しかった記憶があります。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ラムがちょっとなぁ、正直ちょっと残念やったなぁ。